メイソン・ディクソン線宗教をめぐるペンシルベニア・メリーランド領植民地の主張、メイディクソン線は現在のアメリカ合衆国におけるペンシルベニア州、デラウェア州とメリーランド州、ウェストバージニア州との間の宗教の一部を定める境界線である。1763年から1767年にかけてこの線の測量を行ったチャールズ・メイソンと ジェレマイ・アディクソンにちなんで名付けられた。一般にアメリカ合衆国の北部と南部とを隔てる境界であると認識されている。ペンシルベニア植民地とメリーランド植民地は共に直居上を根拠として北緯39度と40度の間の土地の領有を主張していた。また、デラウェア湾に沿った定地産群はペンシルベニア植民地の一部とされており、後には ペンシルベニア植民地の衛生植民地であるデラウェア植民地となった。1732年メリーランド植民地の領主であった第5代ボルティモア、男爵チャールズ・カルバートはウィリアム・ペンの息子との間で両者の主張の中間に境界線を引くとともにカルバート側がデラウェア領有の主張を放棄するという合意文書に署名した。しかし後にボルティモア共は,今日は その文書には合意したはずの事項が盛り込まれて、いないとして実施を拒んだ。そして、1730年代半ばからは、両植民地の居住者の間で、暴力的な争いが起きるようになった。このような両植民地の境界線をめぐる紛争は、クレサップ戦争と呼ばれる。このさかいは、1760年に、第6代ボルティモア男爵フレデリック・カルバートが、 1732年の合意を受け入れるようにとのイギリス国王による圧戦を受け入れるまで解決されなかった。解決策の一部として、ペンケとカルバート家は、チャールズ・メイソンとジェレマイア・ディクソンに、ペンシルベニア植民地、メリーランド植民地、デラウェア植民地、バージニア植民地の一部の間に新たに設けられた教会を調査するように移植した。 メイソンとディクソンは1763年から1767年にかけて教会の測量を行い、これらの地域の教会が確定した。1781年にペンシルベニアが奴隷制を廃止すると、デラウェアは奴隷州ではあったものの、この線の内の西寄りの部分とオハイオ川とが自由州と奴隷州とを加別する境界となった。クランストーン。 メリーランドの紋章が見える。メイソンとディクソンによる調査はフィラデルフィアの南を目指し、東はデラウェア側から、西は現在のウェストバージニア州との宗教から始められた。この調査ではデラウェアとペンシルベニアの境界やデラウェアとメリーランドをほぼ南北に隠す部分の境界も確定された。デラウェアとペンシルベニアの境界は円弧状の線で12マイル円と呼ばれる。 また、デラウェアとメリーランドの境界は、デルマーバ半島を等分することが重視されたため、正確に南北に走るものではない。メリーランドとペンシルベニアの境界は、東西に走り、ほぼ北緯39度43分20秒に、沿っている。すなわち、この線は、気化学的な意味での、直線ではなく、皇定線と同様のもので、 ペンシルバニアとメリーランド境界線の場合で直線に対して中央部でおよそ 2km ほど南側に湾曲した曲線となる。設置された標識の位置は測量誤差等の影響により北緯39度43分15秒から北緯39度43分23秒の間に分布している。この調査は当初の取り決めにはなかったペンシルベニアとバージニア植民地西部の 境界線にまで及んだが、この部分の境界線が承認されたのは後のことであった。メイソン・ディクソン線には1マイルごとに石の標識が置かれ、さらに5マイルごとにクラウンストーンと呼ばれる石の標識が置かれている。標識はイギリスから運ばれたもので、メリーランド側には M、ペンシルベニア及びデラウェア側には P が刻まれている。クラウンストーンには2つの紋章が刻まれている。 これらの標識は現在でも多数が残っており、柵で囲まれたり、屋根がかけられたりして保存されている。なお、正式な境界線は遺線などの仮想線ではなく、地上設置の標識間を直線で結んだ線分の集合である。ありがとうございます。